おはようございます。今宿に行ってさ、この後ケニアの方に入っていくから、イータっていうまたビザとは違う事前申請みたいなものが必要なんですけど、それをさ朝のうちにやろうと思ったら全然サイト開かなくて、一向にいろいろパソコンとかスマホとかでも試したけど全然開かなくて申請できないどうなるやろ。今日はここ今タンザニアのモシという町にいるんですけど、ここから少し離れた田舎の村にお邪魔させていただきます。僕たちの友達がおりまして、彼がそのツアーガイドさんとかその村をつないでくれて、ちょっとね今日から1泊2日か2泊3日でそちらにお世話になる予定です。そのガイドさんがその村までね案内というか連れて行ってくださるんですけれども、一応10時集合予定なんですが今10時半。海外だと割とまあ割とというか、まあ、時間通りはあまり期待しない方がやっぱりいいですね。こうやって待機してるともうあの街のガイドさんとかがねもう正直ちょっとしつこいぐらいにずっとついてきて、どこ行くのとか俺案内できるよとか。予定から50分遅れてガイドのイマニエルさんが到着しました。村に行く前にね、彼がちょっとお店を案内してくれて、イヤホンが壊れてしまったわけ。あの動画編集とかで使ってるさこれイヤホンさ、本当はさ形違うはずなんだ、右で左で全く同じ形してるんだよね、左と右肩を刺さんないこれじゃ。ダメだイヤホン、なんか他のお店でさ今度有線のまた違うのを購入しようとしたんですけど、一回ね買う前に試したんですよ。そしたらなんか有線なのに Bluetooth 接続になり、しかもタイムラグがめっちゃ発生して全然リアルタイムに編集できないみたいな。ちょっとイヤホン一つ買うのもなかなか難しい。もういいや、無駄に移動します。そのバス乗っていきます。窓もこんな感じで全然景色を楽しめる感じではなかった。一度バスを降りてめちゃくちゃローカルな街にね一旦入ってきました。ここからまた移動するんですけど、めっちゃローカル。野菜とかはこうやって一つ一つ山にしてそれで販売してます。太めの木より3本で60円とかでした。なんて言われてるのかわからないけどめっちゃ周りがちょっと盛り上がってた今。あのみんなお金お金って言ってたらしい本当にもう観光客見たらもうお金なのよ。リアですね。これが厨房です。炭焼きででかいパンで焼いてます。来ました、我々のご飯です。魚とキャッサバですね。いただきます。あカリカリやん、熱っ、揚げたて魚、ほんとおつまみみたい。あうまっ、うん、うまい。湖とか海とかないんですよこの町は。ガムのところの近くで取れた魚らしい。基本皆さん手で食べるのでこういうところには手洗うところがね必ずついてます。ごちそうさまでした。めっちゃ安かった。結局魚おかわりしたんですよ。魚めっちゃ美味しくて、それでも全部で90円だったローカルめっちゃ安いマジで。タロットもこれ一束で30円とか、スーパーローカルだもう何回もローカルローカル言ってるんですが、やっぱねアジア人めちゃくちゃ珍しいからみんなこっち見てくるんですよね。まあなんかそれにも慣れてきました。オレンジなんとも一つ6円です。それではバイクで移動していきます。楽しい。あいいね。あぶめっちゃデコボコしとったよな。全然石とか避けないのよ。そうなんや、うん、ハローついたみたい。髪の毛やばい、あついたっぽいわ。トゥモロー・イン・ザ・チャーチ。いやほんと山奥の村に着きました。マジで山奥。この辺に見えるのは全部バナナです。イマニエルさんのお家に着きました。お家ね綺麗なんよな。ね一個一個が。今ちょっとお家を案内していただいたんですが、皆さんともシェアさせていただきたいと思います。まず最初に、発情期のワンちゃんがいますーー上に薪となる木があって、さらにこうして石でね土台を作って鍋を置いて薪で焼いてます。トイレとバスルームがあって、トイレはこういう思ったより綺麗だし匂いもね全然臭くないんだけど、今トイレをしてでちょっと水を流すみたいな感じですね。お風呂はシャワーとかないんですけど、このバケツに水を入れてここで体を流す感じですね。家の中すごく綺麗で、ここがリビングルームみたいな、テレビもつくんだ。さっきね一部屋見せていただけたんですけど、これでベッドルームがあってみたいな、フィリピンとかのお家に似てる。
伺うと電気は電線が走っていて電気買えるんですけど、水はキリマンジャロの山の方から流れてくる水で、今ここのお家では汲めないんですけど、ちょっとご近所に行って水を汲んでくるみたいなことができて、火は先ほどの薪ですね、薪で燃やしてっていう感じです。でもう一つ驚いたのが電波しっかり通る、ここすごいよね。今ポケット Wi-Fi 使っているんですけど、その電波もうビンビンです。しっかり通る。これがメインのお家の建物で、もう一個ねあります。こちらも作ったみたいなんですけど、ここにはねオフィスがあるということで教えてくれました。ちょっと人とミーティングとかお打ち合わせするときに使うお部屋っぽいですね。実は今回ねここに来れたのも、日本にアフクリカという団体があるんですよね。アフクリカってここにロゴが入ってるんですけれども、そこのアフクリカの代表の人がですね、あの我々の友達でして、で彼のつながりで今回ここを紹介していただきました。アフリカ的幸福を学んだりで、そういったものをプロジェクトにされていたりするんですけど、はい、興味のある方はぜひ、あの決して PR とかじゃないんですけど、はい、あの我々の友人があの運営しておりますので、よろしければ覗いてみてください。ここにいるヤギとかチキン、ニワトリは食用なんだって基本的に。だから育ってきたらお肉として食べたりして、でもニワトリはね卵を産んでくれて卵としてもいただくということです。うわすごっ、下手したら違うところに行っちゃうからね、歯が。あんな狭いし、すごいピンポイントで縦に。今聞いたんですけど、その学生高校までは髪の毛伸ばしちゃいけないっていうルールになっているみたいで、なので女性でも本当に短い髪型、国というか政府で決めてるらしいです。これでもすでに長いから切られちゃうらしい。めっちゃ気をつけるわ。彼女もサンダルでやってるけど、自分の足だけは絶対に持っていかないように。そうだよ、彼女こうやってやるんだけど、俺もこれさすがにできんけ、サンダルじゃん。自分の足を引っ掛けやらないようにね。彼に代わってもらったんですけど、残りは慣れてないというか、うわすげえ、下手したらもう足元いくからね。すごい、そんなフルスイングでやってちゃんと木の真ん中に行くのがすごい。こうやってご近所の子供たちとかもね、全然普通に入ってくるんだよね、お家に、ね、なんかそれがまたいいよね。みんな縄跳びしてる。おおおい、ほんとだ、縄紐じゃない、なんかプラスチックでできたの。へえ、絶対美味しいよな。うん、おいしいわ。バナナをカットしてきてくれてました。すごい、どこでも取れるバナナが、ね、お母さんについてきます。あ、バナナの木倒したんだ、根っこから。おわっと行くぞ。こちらでお会いしたメリーちゃん、あのお家を案内してくれるということで、ちょっとについていきたいと思います。いやでも本当にこういうマジガチローカルをさ経験したかったから、旅の中でもなんかめちゃくちゃすごく嬉しい。こういう方がいろんな学びがね、いろいろ感じられることもあるかなと。遠くに見えるのが学校なんだって。学校あっちまで行くらしい。ちなみにメリーちゃんはハイスクール、高校に行ってるんですけど、高校までいつも歩いて1時間半かかるみたいです。いいです、前にも後ろにも子供たちと一緒に。いいね。ここがねスモールショップみたい、村にある売店なんだって。オーナーさんがいないんだって。あ、いや本当にこれ地元の人じゃないとわからん道やな。こちらはマンゴーの木なんだって。お家はねやっぱ一つ一つ綺麗なんだよね、すごく。他には今案内してくれてるミリーちゃんと妹とお父さんお母さん4人で住んでいらっしゃるんですが、 My mother go to market to build a house like this. Oh, wow. Wow.この村に住む方たちはほとんど鶏とヤギと牛も飼ってるんだって。この中に牛がいるみたい。牛が2頭います。 Therefore milk and sometimes you sell cow. Yeah. お水はここから管通っていて、あのキリマンジャロの山の水がここに来ると、この村ではお水は無料みたいです。でこれが遠くのねタンク、でかいのがあるんですけど、あそこに溜まっていくって。今家から歩いて10メートルぐらいなんですが、ここがあのお墓、亡くなった体とかをここの下に埋められるみたいです。わあ、これ